ここは東京海浜病院、日々緊急事態に向き合う MER メンバーの物語だ。 Go! Go! 東京 MER! 北見チーフ。はい。やっぱり死者ゼロで終えた時のサウナは最高ですね。ですね。で、なんでサウナにいるんですか、私たち。だって冬木先生が何か言いたいことがあるっていうか。いや、言いましたけど、なんでサウナなんですか。何か話があるときはやっぱりサウナかなと。聞いたことないですよ。いや、冗談です。流行ってるから来てみたかったんです。あ、そうだったんですね。あれ、もしかして冬木先生、蒸され弱いんですか。蒸され弱いって何ですか。打たれ弱いみたいに言わないでください、チーフ。話って何ですか。今の流れで聞くんですね。ですね。わかりましたけど、せめて BGM だけでも変えてもらってもいいですか。わかりました。ああ、いいですね。この方がいいです。ですね。それでは、行きます。はい。あの、北道、シューってなってます。ですね。大丈夫です。続けてください。あの、北道、一回止めさせてください、これは。あ、いや、シューっていう音がちょっと気になってです。ですね。でも、まあ、サウナがないことがない。ああ、そういうもんなんですね。わかりました。あの、北道、はい。冬木先生。これからは困ったことがあったら何でも私に相談してください。くそどうしたんですか、北道。なんでだ。え、冬木先生の話を聞きたいのに、あ、頭がぼーっとします。サウナだからですよ、北道。なんでだじゃないんですよ、北道。人の話を聞く場所にサウナを選んどいて辛くなって、なんでだは違います。そういう場合はやっぱりダメです。さすが副チーフだ。頼りがいがある。そうですよ、チーフ。さすが副チーフだ。これからは何でも相談してください。あの恩返しがしたいんです。諦めたくない。副チーフですか。なんか違います。こういうのじゃない。なんか違います。副チーフ。はい、北見チーフ。スタッフルームで話しましょう。あ、よかった。